君に可愛く親切に振る舞ったかもしれない。そりゃ全部黒曜の女神、いつ殺そうかどう殺そうかって。本当のことです。私はお父様の信頼を勝ち取りたくて、誰かに必要とされたいからって、どんなひどいことをしてもいい理由にはならないのに。